いや皆さんね、今日ね僕あれ行ってきたんですよ。お昼にね、なんかちょっと本当は俺大阪にいるはずだし、なんかせっかく家にずっといるのもなっつって、で母ちゃんからさ、とりあえず 家にばあちゃん着いたよっていうの連絡受けて、じゃあどうしよう、配信するか、またはせっかくだからでもなんかちょっとな、普段なんかやってないことしたいなと思ってあれ行ったんですよ。ほんと久しぶりのスーパー銭湯、健康ランド行ったんですよ。健康ランド、健康ランド行ってマッサージ受けたいなと思って、普通エロい方じゃなくてちゃんとしたマッサージ、そうで、まあ受けたんですけど、あのね、これ俺もさ、まあマッサージを本業にはしてないけど、ただまあ手段としてマッサージを使う職業でもあったから、リハビリって。で俺思ったことがちょっと一つあって、あのね、まあ割と俺よりも年下の兄ちゃんがやってくれたんですけど、あ、もちろん抜きなし、そう、もちろん抜きなしなんですけど、みんなもマッサージとか興味ある？エロい方じゃなくて普通の方。俺結構体やっぱりさ、座って配信するっていうあのことってさ、結構なんだろう、肩でバランス取ること多いから、結構肩こり激しくなるんだよ。首もずっと固定してるし、で何の、マッサージにしますかっつって、じゃあ全身コースでってやって全身やってもらったんだけど、あのね、持ち方で分かるんだよね。なんかやっぱ体の持ち方でやっぱさ、手とかこう持つ時とかにさ、あの本来やっぱりね、なんかこうやってこう全ての面でこうやって持つんだけど、その人さこう持ったんだよね、指先でガッて。で俺ね、別にまあ悪く、すごくそれが悪かっていうと、まあ俺はリハビリやってる側からするとちょっとまあ良くないのがあって、で何かっていうと、なんかっていうと、あのね、あ、ちょっと待って、クレームは入れないよ、入れないんだけど、入れないんだけど、くすぐったくなっちゃうの。あの要はさ、一回さ、ちょっと要は面で触るんじゃなくて点で触れるとさ、くすぐったいじゃん、ちょっと。で一回くすぐったいなって思うと、もうさ、どこ触られてもくすぐったいモードになっちゃうの。いわゆる友達と一緒にさ、くすぐり合いっこしたでしょ。でその時にさ、もう触れなくてもくすぐったくなるじゃん、あのもうあの感じ、あのモードに入っちゃうと何されてもくすぐったくなっちゃって、非常にね、あの気持ちがいいかっていうとそうではない60分になってしまって、そう、なので皆さんもですね、なんかそう触り方で選ぶといいかなって。やっぱこう上から掴むんじゃなくて下から持つとかね、手とかは上からこうやって持ち上げるとさ、摩擦もかかるしさ、なんかいろいろ不快感がすごくあるから、あ、持ち方で、あ、この人やってんな、やってないなっていうのを理解していただけたらなと。さあここですね、さあ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 、じゃここに着きましたけども、ここが多分あれだよね、俺 ここで一回やめたから、あと足湯っていうか、なんか、あ、膝湯みたいなの入ったんですよ。膝湯みたいなのやって入ってきたんですけど、足かゆいっす今日すごく。あ、もう終わりこれ、おマジ足かゆいっす、すごい。あ、このここあるな、なんかな、ここか、ここ赤いかけら、